リオン級戦艦はフランス海軍の超度級戦艦の艦級である。第一次世界大戦前の1915年度計画に4隻の建造が決定し発注されたが、第一次世界大戦開戦に伴い建造中注され、資材は他に流用された。本級は、量な未性能を高くすべく設計された朝鮮首労型戦隊を採用した。 クリッパーバウの艦首から還元は高く取られた艦首甲板から上部構造物が始まり、1912年型 34cm 砲を4連装砲塔に収めて一番手砲塔を一機、配置した。その背後に操打環境を乗せた大型の装行司令塔の上に三段速競技が一機乗る。司令塔の部には一番煙突が立ち、 中央部甲板上に前向きに2番手法塔を1機、その背後に短脚式のシュマストと2番煙突が立ち、その周囲は関西堤置き場となっており、2番煙突を基部とするクレーンが片元1機ずつ、計2機配置された。関西堤置き場の後ろに、後ろ向きに3番手法を、甲板1段分下がって、後部甲板上に、後ろ向きの4番手法塔の順に配置された。手法は、 計四連装四機の十六門である。副砲は全球同様のケースメート式配置で一番、主砲投下の甲板に片言四機ずつ八門、船体中央部に片言六機十二門、三番主砲投下に片言二機四門の計二十四門である。主砲は全球、ノルマンディ級に引き続き採用された、1912年型34センチメートル砲である。 この時代の戦艦の主砲塔には、連装式砲塔が主流であり、一部で3連装砲塔が運用されていた。しかし、フランスはさらにその上を行く、世界初の4連装砲塔の開発を決定した。これを本級4機搭載することにより、戦艦史上最多問数の16問となっている。不行能力は方針を、行角18角から深く5度まで、 自在に上下でき、どの角度でも装填ができる、自由格装填を採用した。旋回角度は、戦隊守備戦方向を0度として、左右150度の旋回角度を持った。主砲身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分2発である。その性能は、 3 4トル砲弾としては、重い重量5 5 5ラムの鉄砲弾を、最大行角18度で1 8 0 0 0ルの距離まで届かせる能力を得ている。副砲は全球に引き続き、M1910 型1 3 9トル砲を採用した。この砲は、重量3 9 5ラムの砲弾を、行革25度で射距離1 6 1 0 0ルまで、 届かせることができた。これを単装法で片言にケースメート配置で、片言12機、計24門を配備した。監視方向に8門艦備方向に4門片言方向に12門が試行できた。他に、耐水雷艇用に落ちキス 47mm 単装速射砲を6機搭載した。 さらに体艦攻撃用に 45cm 水中魚雷発射艦を単装で6機内蔵した。本級の機関は、重油、石炭混焼水艦艦21機に、高速型直結タービン2機と3段、膨張式レシプロ機関2機を組み合わせる点は同じで、あるが、全球よりも最大出力が増して 43000SHP で、速力23ノットを発揮する中速戦艦となる。 見込みであった。リオン・リオン1915年1月1日発注、寄港せず、リール・リール寄港せず、デュケーヌ・デュークイン寄港せず、トゥール・ビル・トービル1915年4月1日発注、寄港せず、ありがとうございます。